はい、こんにちは。ザ・ゲームガイチャンネル春99です。今日ね、ご紹介したいアイテムはこちら、バーストザ・クリスタル・ケイブンズですね。まあ、バーストシリーズはね、いろいろ出てるんですけども、これが一番最初のですね、ザ・バーストシリーズなんですが、いやー、時々ね、このザ・ゲームガイチャンネルでね、私喋るんですけども、これは変わってます。で、正直最初に言いますけど、私、まあもちろんプレイしてるんですけど、ルールよくわかってません。わからないんですね。もちろん、わかっちゃいるんですけど、いや、これね、ちゃんとわかるのは難しい。そんな不思議なゲーム、今日は、バース・ザ・クリスタル・ケイブンズをご紹介したいと思います。はい、こちらバースト。まあですね、このゲームね、まあ変わってると言いましたけど、要はですね、まあダンジョン探索ものなんですね。で、まあ表紙見ていただくと、まあお分かりの通り、まあナイト的な人がドラゴン的なものを戦ってると。ゴブリン的な集団がいると。洞窟があると。まあこういうような仕掛けですよ。ゲーム的にはね。で、まあよくあるゲームだったら、それまあドラゴンをね、倒せば勝ちますよ、ナイトは。なんですけど、このゴブリン的な人と、洞窟的な人もいる、こういう謎のゲームなんですね。要はこのゲーム5人までプレイできるんですけども、ロールは5つあるんですね。で、まあ人数によってですね、これを使った方がいいよって推奨されているんですけども、1つがナイト、1つがドラゴン、1つがこういうモンスター、まあゴブリン的なものですね。で、あと1つはここのところに登場しているシーフ、これで4つですね。ナイト、ドラゴン、ゴブリン、シーフ、そして5人までできるって言ってるんで、最後は洞窟です。洞窟っていうロールがあるんですね。で、このロールごとに全然ゲームが違うんですね、このゲームね。なので、私も全体よく知らない。ゲームの概要は知ってるんですけど、自分がやったやつしかよくわからん。いや、本当に多いんです、このルールが。多いので、まあ、そんな感じのゲームだというふうにですね、ご承知いただければと思います。まあ、早速ね、中のをね、上げていこうと思います。はい、こちらですね、コンポーネントセットアップ示した。なんかね、ものすごいしょぼい感じてますけど、これ初期状態なんですね。これ、ナイトが。いまして、ここダンジョンの入り口で、これまあ実際ね、これめくるとね、まあいろんな敵が遭遇したり、いろんなこと起きるやつがあるんですけども、まあ、こういった洞窟まだ見えてないとこね、上下左右のもののタイルがあって、まあこっちにその予備がいっぱいあると、まあこういう感じになってですね、ちょっと待てよと、ゴブリンとドラゴンとかシーフとかどこ行ったんじゃいっていう感じするんですけど、まあでもこんな感じなんですね。人数とかあれによってセットアップいろいろ違うんで、まあ大体と思ってもないですけど、こんな感じなんですね。で、ここが共通で、最初ナイトがまあ洞窟にこう今降りてきたというような状態を表していて、実はこのゲーム、これドラゴンの人が使うキットと、ドラゴンとか入ってますよね。とか、これシーフが使う、これシーフコも入ってるんですけど、シーフのキットとか、ゴブリンが使うキットとか、ゴブリンでものすごい多いんですけど、一人だけね、ものすごい多いんですけども、キットとか、ナイトは非常にシンプルなんで、ナイトのキットとか、実はこれカードゲームで手札からこのカードを使ってプレイするんですけど、このカードも全員中身もカードも効果もみんな違うんですね。キャラクターによって全員違っていて、これを使った、例えばナイトだったらこれを使って、こういうナイトっていう専用ボードがあって、ここにナイトのパラメーターとか能力とか、あとの HP とかいうのを、ここの、このコマを使って、全部ここに管理していくんですね。洞窟の中なんで、それ入れば宝物もあるし、いろんなことがあるし、敵も出会うんですけども、これを管理する。で、これがまた、ゴブリンの場合には3種族あるようになって、3つの部族戦いになるんで、もう全然画面が違いますよね。見た目がね、違うので、こういうゴブリンのところは3つの種族にパワーをどう分け与えるかっていうことを考えし、ドラゴンも前もまた全く違うので、ドラゴンはドラゴンだけがね、触れる特殊の大ドラゴンをブレスした時に、被覆判定とか、ドラゴンのこういうカードのところの組み合わせですね、こういうアイコンがあるんで、アイコンの組み合わせで、いかなるパワーを発揮するかっていう、まあこういう表があって、こっちにもドラゴンのね、状態を表すものがあるんですけど、こういうものがあったり、これはシーフですね。シーフは不死の呪いっていうのがかかってることになってるんで、このダンジョンだから一定の宝物を集めて、ここから脱出すればいいっていうことになってるんですけども、まあこういうパラメータがいって、全くゲームの内容も違うんですね。ターンの流れも違うんですね。手番も全然違うんですね。そんなゲームがこのバストなんですね。もちろんね、洞窟は洞窟でこういうパラメーターを持っていて、いろんなここの、ここトークン類のところにね、こういったキノコだとかいろいろあるんですけど、こういうのを集めていくと、こういう能力が使える。洞窟内の能力が使えるっていうことが発揮して、洞窟は洞窟のプレイする。もちろん当たり前ですけど、洞窟のタイルを。待ち伏せがいたとか、敵がいたとか、宝物があったみたいな特別なカードもあるので、洞窟のイベントも達成する。こんなゲームなんですね。なので、全体の概要を私もちろん知っているんですけど、個別の中身までね、全然把握できない。これがこのゲームバストなんですね。なので私は日本語訳付きを買わせていただいたんですけども、これナイトと
かさっきのゴブリンとかドラゴンとか洞窟とかのさっきのタイルの代わりですね、こういうのを皆さんにこれシールね配って、それぞれのプレイヤーごとにルールがあるんですね。これははい、じゃあ洞窟のプレイヤーこれ読んでゲームしてねって、ナイトのプレイヤーこれ読んでゲームしてねって、もう全然やることが違うんで、ナイトのプレイヤーはこれです、ゴブリンのプレイヤーはこれです、ドラゴンのプレイヤーはこれですっていう、そんなゲームなんです。なのでゲームのざっとした概要自体喋ると、ナイトの人は自分のパラメータ上げてこうやって移動していって、いろんなとこ移動していったらいろんなイベント起きるので、まずナイトの人の手番が来るんですね。ナイトの人の手番が来たら、ナイトは移動していって中のダンジョンを探検していって、いろんな装備とかを手に入れたりイベントとかを手に入れたりっていうのをしていきたい。ナイトの処理自体は非常に簡単で、移動したところで移動した内容を解決して、そこにある敵があれば戦うし、なお物があればもらう、それで手番が終わると、こんだけなんですね。これナイトなんです。非常に簡単なんですね。ナイト非常に分かりやすい。で、最終目的はどうするかっていうと、強くなってドラゴンを殺すことですね。非常にシンプルな。なのでナイトは死なないようにだん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 この自分のパラメータを上げていって、いろんな能力を身につけていって強くなって、死なないようにね、強くなってドラゴンを最終的に倒す。ドラゴンは非常に硬いんですね。硬いのでそこを突き抜けるパワーを持つっていうのがこの人の目的なんですね。で、ナイトの手番が終わると、このゴブリンたちの手番になるんですけども、何個出てくるかとかどうやって出てくるかっていうのはゲームの進行によって非常に変わっているんですけども、こいつらはこのまだめくってない闇の中だったら一気に移動できたりとか、こう攻撃できたりとか、いろんなことするんですけど、死んでも死んでも何回でも生き返ってくるっていう非常に変わった能力を持っていて、この3部族ごとにパワーが違っていて、こちらの全くさっきと違うモンスターデッキっていうものと、シークレットデッキ、戦争デッキっていうのをそれぞれ持っていて、これを使って戦う。で、こいつらの目的はもう単純に一つ、ナイトの人をやっつける。だから今度は何回死んでもですね、もうゴブリンはどん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 生まれてくるんですね。どん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 生まれてくるので、どうにかしてうまく奇襲してパパパどっかから入っていって、こうね、印から入っていってさささっと移動してナイトをアタックして終わらせると、これがゴブリンの目的なんですね。だから最初は見えないんですよこいつらね。これがゴブリンです。ドラゴンは2個状態があって、ゴブリンになったドラゴンなんですけど、最初これなんかよくわからない形なんですけど、まあこうかな、まあ寝ている状態から起きる状態があるんですけど、それは寝ているんですけども、お腹空いててですね、出れないんですね、うまく動けないっていうことがあって、こいつねゴブリン食うんですよ。基本ゴブリンバカバカ食って、食うとだんだん元気になるんですね。で、こいつやっぱ宝物好きなんで、このダンジョンの中に発生する宝物を食べても、こういうね宝物が出てくるんですけども、ドラゴンの手番が来るとゴブリンたちを食べたり、この中に現れているトレジャー、宝物を取って回収したりすると、こいつもだんだん覚醒するんですね。目が覚めてくるんですね。で、目が覚めきるとこの状態になって、そのダンジョンから出ちゃうんですね。ダンジョンから出ちゃうとドラゴンは勝ちと、こういう感じに感じなんですね。訳がわからないんですよね。もうプレイのシーケンスは全く違うんですね。ゴブリンたちは自分の怒りとかをコントロールしていって、どこから出ていって、で終わったら死んでっていうのを繰り返す。ドラゴンはゴブリンがいればゴブリンを食べたい。こいつってこういう特殊なダイズを履いて、これドラゴンブレスやなんかがどっちの方向に飛んでいくかみたいなダイズがあるんですけども、ブレスを吹いたりなんかして戦いたい。別にないと殺してもこの人全くいいことないんですね。何のいいこともなくて、ゴブリンを殺す、そして宝物を取る、そういうのが目的なんですね。で出ていく。ここねちょっと難しくなってるんですね。さっき言いましたよね、ナイトはドラゴンを殺したい、ゴブリンはナイト、ドラゴンは別にどうでもいいんですね。関係ないですよね。ゴブリンは食べてもいくらでもまた生き返ってくるんで、ゴブリン食べたり宝物を取って出ていきたい。ドラゴンがナイトをあまり攻撃してしまうと、それで弱ってしまうと、ゴブリンがそれでナイトを殺せてしまうとナイト勝ちになっちゃうんですね。だからここ3すくみが起きてるんですね、非常に不思議なことに。で、じゃあ洞窟ですよ。洞窟ってなんだって言って、まあこれ洞窟タイルなんかを管理して洞窟を増やしていくんですけど、大きくしていくんですけど、置き方適当なんでちゃんとルールに見ていただきたいんですけど、洞窟の目的は洞窟タイルを一定以上置き切って、洞窟をダーッと大きくなっていきますよね。どん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 ね、どん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 大きくなっていって、これちゃんとしたルールがもちろんありますよ、配置のね。これ今は非常に適当に置いてますけども、非常に大きくなって、大きくなりきったら、この成長する洞窟っていうやつの条件を満たして終わると、成長しきるんですね洞窟が。これ生きてるんです、この洞窟ね。成長しきったら洞窟が崩壊するっていうモードに切り替わって、洞窟のテープレーの手番のためにダンジョンが崩壊していくんですね。ダンジョンが壊れていくんですね。こうしていって、この中にある特別なクリスタルっていうタイルがあるんですけども、それが一定枚数取り除かれると洞窟の勝ちって。なんで洞窟のプレイヤーはですね、ナイトに死んでもらっちゃ困るんですよね、ゴブリンにやられて。かつナイトにドラゴンを殺してもらっては困るんですね。かつ
ドラゴンが外へ出れるように宝物を取りすぎてもゴブリンを食べすぎても困るので、全体をうまくコントロールして、まあまあもっと長くゆっくりゲームをしましょうよなんて言いながら洞窟をどん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 大きくするだけして、やったもう十分大きくなった、もういいわ俺崩れるわって言って今度崩し始めるっていう変な役目。もう一回言います。ナイトはドラゴンを殺して、で、ナイトの手番は移動して解決するだけ。で、ゴブリンは一定の条件があったら自分の中に怒りが溜まっていってどこか出てくるので、出てきて、ナイトをやっつけたい。これ何回でも出てきます。何回死んでもいいんで。ナイトは一発死んだ終わりです。どんどん生まれてくるので、ゴブリンはナイトをやっつけたい。ドラゴンは最初元気がないので、元気になって外へ旅立っていきたい。最初元気になって終わったら、この入り口まで戻ってきて出れば勝ちなんで、元気になって出ていきたい。なので元気になるにはご飯食べたいのでゴブリンをバンバン食う、ゴブリンを殺したい、あるいは宝物を取りたい、それが終わったら出ていき、これが目的。ダンジョンは違う、どれも達成してほしくなくて、時間がゆっくりかけてダンジョンが大きくなるだけなって崩れたい、こういうゲームですね。実は私が分かってないのはこれシーフなんですね。シーフって5人プレイぐらいしか登場しないので、ちょっとすごくよく私分かってないんですけども、シーフのプレイヤーも手番になったら、まあ自分のステータスですね、今回隠れるのかとかですね、盗むのかとか攻撃するのかっていうのにパラメーターを割り当てて、このダンジョンの中を移動して、他人のプレイヤーからですね、他人のプレイヤーから相手もすると、すれますみたいなものがあって、あるいは攻撃できますみたいなのがあって、一定以上相手もすって終わって十分貯めたら外へ出ればいいです。こういうゲームになってですね、なのでこれルール量もう結構あるんですね。各プレイヤーごとにこれびっちり書いてあって、しかも厄介なことに各プレイヤーごとに、例えばホニャホニャホニャアタックをしたらホニャホニャホニャなりますって書いてるんですけど、ホニャホニャホニャアタックって何のことか絶っぱり書いてないぞと思ったら、それはドラゴンのことが書いてる。あ、ドラゴンがホニャホニャホニャアタックをしたら俺はこれで避けれるのかとか、例えばドラゴンはゴブリンをホニャホニャのゴブリンがいたらホニャホニャできるって書いてるけど、これゴブリンのホニャホニャホニャってなんだよっていうのは分からない、それはゴブリンのマニュアルだけ書いてるみたいなことがあって、かなりこうみんなね分かってないんですよ。自分のことは分かってる、自分の手番なかったら分かってる、だって移動してゴブリンやっぱ食えばいいんだろうとか、ゴブリンは一定以上の怒りが溜まってたら登場していってぶん殴ればいいんだろうと、死んだら終わったらまた出ていって怒りが収まってまた溜めればいいんだろうなんてことは分かってるんですけども、人が何やってるかちっとも分からない。で、洞窟はもう洞窟簡単だ、何にも関係ない、洞窟広がればいいんだろうとかね、でみんながこうね進んでいけばどんどんね広がっていくんでしょうみたいな体操になっているので、このわちゃわちゃ感というか、わちゃわちゃしてないんです、わちゃわちゃ自分だけしてるんですよね。えナイトってそんなことできるんだっけとか言いながら、あ、ゴブリン急に出てくるのねみたいなねいうことを言ったり、あ、ドラゴンこのボスそんな能力あるんですかって、みんなねお互いルールは自分のことしか分かっていないので、まあもちろん分かるのが一番いいんですけど、分かるのが一番いいんですけど、さっぱり分からないっていう感じで進めていくっていう、本当に不思議なゲームになってる。なので全体のルールね、実はあんまりないんですよ。各プレイヤーごとに本当にこの2枚もんぐらいを見て、でじゃあ自分のコマはどういう風に登場するか書いてあるんで、ドラゴンも一番最初は出てこなくてターンの開始に登場しろとか書いてあるんで、あ、急にドラゴン出てきましたなんていう。だからナイトの人からプレイ手番始まるんですけど、ナイト、ゴブリン、ドラゴン、ダンジョン、シーフっていう順番でずっと回っていくんで、シーフまで終わればナイト、ゴブリン、ドラゴン、ダンジョン、シーフっていう回っていくんで、一番最初にナイトしかいないんですよね。いませんでしたよね。なので分かんないんですよね。ナイトのプレイヤーはドラゴン殺せって言うけど、ドラゴンいないんだけどとか最初始まるんですよ大体。だけどいや気にしないでください、そんなこと今いませんからみたいなね、今見えませんからとか、ゴブリンはゴブリン気にしないでください出てきますからみたいな。でゴブリンのプレイヤーも、あ、俺こういう状態だったら出れるんだと思いながら急にやってきて殴り始めるっていうね、本当にこの変わった、ドラゴンも一回出たらまあ消えやしないんですけども、本当に変わったシステムがこのバストになってました。はい、というわけでですね、バストをご紹介いたしました。まあね、わかります、さっぱりわからんと思います、ごめんなさいね。これねこういうゲームなんですね。なので実のところですね、これさっきのキャラクターナイト、ドラゴン、ゴブリン、ダンジョン、シーフをですね1キャラずつ紹介するとですね、1キャラクターで普段のレビュー1本ぐらいかかっちゃうんですね。そのぐらいやっぱり細かい処理は多いんですね。こういうやっぱリファレンスもあって、こういうねダンジョンをどうやって移動するときにどんな解決するかっていうのもあるぐらいで、細かいルールはかなり多いんですね。でさっきのカード類もすごいキャラクターごとに全部違うユニークカードがあるので、全部把握するって多分大体できないんですけども、自分が担当したキャラクターのところをその時一生懸命読んで、その時その時でプレイしていくと、何回も繰り返すればもちろん分かっていくと思いますけども、かなりやってることのプレイ感が違う。この人も本当にめくっていって、ダンジョンのところタイルめくってそこのイベントを解決するだけだし、この人怒りを調整するんですね。ここはそれぞれの怒りゲージとかを調整していくしかないんですけども、じゃあそれはどうするんだとかね、どうやったら復活できるんだとかね、もう結構処理が大変なので、
その辺はね、ごめんなさい、ふんわり紹介するけど、どうしても今回なかったのでゆるくやってるんですけども、ポイントになってるところはこのゲーム完全にプレイヤー VS プレイヤーなんですね。だっても友達ないですね、まあ、もちろんいろんなゲームそうなんですけど、完全殴り合いなんですね。ナイトが死ねばいいと思ってるんですね。 HP が0になればいいとゴブリンは思ってるんですね。でゴブリンそのためにいろいろやって工夫してるのに、ドラゴンはいらっしゃいってバッカバッカ食うんですね。めちゃくちゃ強いですからドラゴンね、バッカバッカ食うと。で食われたらゴブリンとはクソ食われた、チキショー悲しいとか言いながらまた育ってきて増やしてきて殴りに来ると。ナイトは常にゴブリンが来るやつ鬱陶しいなとか思いながら、いかにしてドラゴンを倒せるか。ドラゴン強いですからね、最初全然歯が立ちませんですからね。最初はもう本当にゴブリンゲーゲーするんで精一杯ですからね。そんなことをしながら強くなっていくしかないんですけども、そんなの見守りながら、ダンジョンはいやいや待った待ったと、ドラゴン強すぎだからちょっとドラゴンうまく動けないのちょっとブロックしてとか、ナイトさんちょっといいアイテムあげるからちょっとうまく戦えないよとか、あゴブリンちょっと弱りすぎてんな、ちょっとナイト弱らしてほしいなとかね、いうことを調整しながら時間を稼ぐ。シーフは知ったことじゃないです。とりあえず死なないんですから、不死身のシーフですからね。死なないって呪いかけられてるので、うまく立ち回って宝物取って逃げればいい。でもそれも困るんですね、洞窟さんはね。うまくいかないのはそこ立ち回っていかないといけないってことがあって、ダンジョンが全体をコントロールして、洞窟役のプレイヤーが全体をコントロールして誰も勝たないようにしながら、うまーくみんなを四面楚歌に押し合っていってゲームをコントロールする。それはみんな分かってるんですね、だって洞窟のプレイヤーそういうことやるからっていうのをしながら、いかに相手を出し抜けるかっていうのを直接攻撃をずっとしてるゲームいうことがこのバーストでございました。だからかなり好き嫌い出ると思います。細かいルールは多いし例外ルールは多いし、英文も日本語もいろいろ見たいんですけども、詳しくは BGG のフォーラム見ろって自分のマニュアルこれ書いてるぐらいなので、細かいことかなりやっぱりたくさんあるんですね。例外処理ってぶつかった時の処理とかあるので、まあ、その辺があるっていうことをご承知おきいただいた上で、かつプレイヤー同士の完全に殴り合いだっていうのをご承知おきいただけたら、不思議なゲーム感を体験できるというふうには思います。ちなみに個人的にはゴブリン一番難しいと思います。構図だけ3デッキあって、この種族ごとに全然やることが違って処理が違うので、ゴブリンが一番難しい、処理が一番難しいんじゃないかなと。ドラゴンとナイトはやっぱり非常にプレイするにはシンプルで分かりやすいから、だから経験者の方と混ざるんであればナイトとかね、ドラゴン役っていうのをやらせてもらうのは最初分かりやすいんじゃないかなというふうには思います。はい、というわけでですね、今日はですね、細かいルールがね全然喋ってなくてね申し訳ないんですけども、バスト・ザ・クリスタル・ケイブンズをですねご紹介いたしました。ザ・ゲーム・ライチャルの春キュージキュでした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですねこのチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。